ートのイリーナ・シショーは15歳、アレクセイ・セリマノフは16歳です。場内から大きな歓声も沸きました。去年の世界ジュニア第5位の実績を持っております。現在のところソビエトは同僚ネイツ・ベストナやクリアコフ組が現時点ではトップに立っておりますが、それを追います実力のペア。これがステップですね。非常にスピードがあります。サーペンタインステップシークエンス、フェンスギリギリまでこうして使ってますね。そうですね。曲は剣の舞です。ダブルジャンプ。そして2人が離れることは構いません。姿勢に変化を加えたスピンです。ダブルツイスト、ちょっと高さはなかったように思いますが、しかしスピード感にあふれた演技。そうですね、スピードが落ちませんね。さあ、デススパイラル、これは拍手が沸きます。なかなか凝ったエンディングでした。さあ、ソビエトのイリーナ・シショーは去年5位の実績、アレクセイ・スリマノフ15歳と16歳、イリーナの方は切手の収集が趣味、そしてアレクセイの方はサッカーがこれは好きという2人、ウズベク共和国のタシケント市のディナモクラブ、ここに所属しております。五十嵐さん、今の演技どうご覧になりました？そうですね、非常にスピードにあふれてましたね。これがダブルスプレッドルッツツイストですか。女性のランディングはちょっともたついたのが気になりましたね、はあ、ここですインで降りてますね。本来はこれアウトエッジ通りなければなりません、ここからエッジを踏み替えた感じがありましたね。そうですね、はい、そのあたりが厳しい、この7人の国際審判の資格を持ったジャッジたちが見るかどうかということですが、そうですね、しかしそれにしてもコスチュームが年々派手になってきますね。そうですね。さあ、優勝を狙う点数が出るかどうかといったところが、ここは非常に興味が持たれますが、目下のトップはソビエトのオルガ・ネイツ・ベストナヤ、それからセルゲイ・フリアコフ、先ほど演技終わりました、このペアがリードをしておりますが、その平均がだいたい先ほどは 5.4 ぐらいでした。果たして今度エレメンツプレゼンテーションとどのあたりの得点が出ますか。まあ、平均して 5.4 を五十嵐さん上回れば、こちらの方がトップに立つということに、ね、そうですね、なるわけですが、はい、ソビエトはこの同僚の間での競争も激しいもんでしょうね。非常に厳しいと思います。やはり今ちょっと審判の間でも揉めてるようです。ちょっと時間がかかってますね。そうですね、はい、ジュニアのこの出場の年齢は10歳からペアの場合は17歳まで。さあ、出ましたエレメンツですが、おっと4点台がおりまして2人、回転は出ません。トップを抜くことはできませんね、どうやらこれは。そうですね、ちょっと厳しいみたいですね、はい、6番目がソビエトの審判で 5.0 を出しております、クバシェフスカヤ。
平均しますと 5.0 に達しなかったかもしれません。これがデスパイラルですね、はい、ちょっと女性の腰は引き気味に入ってます。これはなかなか男性は力が必要とされる技ですね。そうですね。そして今度プレゼンテーションです。調和とか表現を見ますが、こちらも4点台が1人、西ドイツの審判、ソビエトの審判は6番で、これは 5.0 と平均で 5.1 前後でしょうか。